無類のカレー好きサバ缶が、無水カレーで酒を飲む。では、やっていく。やってみるさ。まずは玉ねぎ。使うのは1玉半。1玉は適当に切り鍋の中に、残りの半分は最後に入れるので、避けておきます。人参1本。切り方はやはり適当。だってカレーだもん。トマトは2個。皮は剥いても剥かなくてもいいと思う。こちらも切り方は適当。やってみるさ。無類のリンゴ嫌いでも、カレーにはリンゴ入れる派。1個入れたいが今日は半分にしておく。いけるか。鍋の中はこんな感じ。ちなみに使用する圧力鍋は、我が地元新潟のパール金属社製。決してステマでも社員でもない。骨付き肉をビシバシ入れていこう。肉はあればあるだけうまい。なんの？そして忘れちゃいけないニンニクと生姜。生姜は少々で、ニンニクは多めがうまい。加圧後約10分程度で完成です。匂いがたまらん。ほらほら、ぼーっとしてんじゃないよ。いい感じ、無水とは思えん水分量です。ここで最初に切っておいた玉ねぎの残りを投入。少し火をかけます。上がりの戦法見せてやるぜ。ルートーか。スパイス入れたいので2個だけにしときます。私はイデの何たるかを見たい。その己の執着心が情けない。変態ギジェさんは、放っておいてガラムマサラとクミン、そして必殺の SB のカレー粉入れます。あとは味見しながら、家にあるもの適当に入れていく。間違いない、うまい。やっぱり酒のつまみにするなら味は濃いめだよね、カレー粉増量。うかつな。ではでは、盛り付けて完成です。努力部だけを狙って、行け！